役職え、をお選びく今だ日はさい。録画できるっぽい。環選択境しがな良いい場合、さ。余っている役職うわ、が役めっランちゃ買ダうムやにみん振りな。分けられます。あなたの役職は、マジか霊よ。能者やだでなぁ。す。やだ夜なぁ。が更けました。で、何買われて人狼た？に気をつ占けていくだと、さい。騎士と、あと、左下何やったっけ？狂人？狼？わかんねえな。まあいいや。霊能なんで、釣り切りか。釣り切りムービー嫌なんだよな、個人的に。霊能ってさ、結局釣られるやん、どう頑張っても。どう頑張っても釣られてしまう運命やからさ、正直そこら辺おもんないねんなぁとは思ってる。夜が明けました。はい。昨夜あ、そうはそう。誰もあ、死いいにや。ませんで1した。分経ってからチャ発ンネル言登ター録っンてに言っても入り遅います。な。7番7。のプレイヤーが発言します。やった、俺からっすね。うん。霊能者に関しては、この進行論で乗っ取ってほしいんですけど、僕の位置で2周目で出てほしいです。OK。理由としては、陣外さんに盤面を形成させる猶予を与えないためです。ブライナさんは普通に1周目から出てきてください。霊能者に関しては、絶対1日目じゃない、1周目に出ないでください。はい。万が一出ちゃった場合は、出て、2、2番目になった場合は、先に出た方から僕は釣ります。はい。なので僕からの票は絶対入ると思って、その覚悟があって出るんだったら別にいいです。はい。はい。それぐらいかな。あと、村人に関しては、変な行動はしないでほしいですね。はい。村スラとか。僕、村スラ嫌いなので。これも釣りますので、一縄減ると思っててくださいね。そのぐらいですね。以上。8番のプレイヤーが発言します。はい。8番村人陣営、特に役職しようとございませんというわけですね。7番さんの印象に触れますと、まず、村は変なことをするな。変なことは僕はしてもいいと思うんですよ。それが村のためであるならば。はい。なので、村に利があるならしていただいてもいいのかなと考えております。で、一応、7番さんから始まって、霊能は1周目出るなということなので、まあ、2周目で、7番さんの位置で出たらいいんじゃないかなと考えております。2人目やから特に言うことない。かな？以上です。回します。9ねえ番な。の プレイねえヤーな。が発言します。はい、おはようございます。私は真の占い師で、3番さん、何でも占いでしょうね。3番さんが白です。三四郎ね。はい。占いが日曜場面であれば、2、2番目であれば、占い2の、霊能2年であれば、霊能は、まあ、お互いに、結果を出してもらって、グレーから次にますよ。グレーから次に次ます。おお。それで、2日目から、まあ、新芽がある方をね、残して、怪しい霊能を継ぎます。二怪しい二なら霊グ能レーを継から。ぎます。ほう。はい。まあ、三振用盤面であれば、まあ、村目線はローラーかきたいと思うんだけど、まあ、普通にローラーかけてもいいけど、俺が真の占い師であることから、全然、まだ3番さんでランダムショーしか出てないんですね。だから、絶対に、私、グリッドは飲めません。発言1週目からね。あ、初日の、1日目から私、グリは絶対に飲めません。以はい。上です。1番のすプごいレイな。ヤーが発言します。初日はい、グ占レーい師から。です。占い師です。真の占い師です。6番ラン白箱お願いしま6しす。ろ。9番さん、字が確定なんですけど、まあ、初日に飲めない。私で飲めないって言ったとこから、まあ、人狼目は高いのかなと思って6ますしけど、ろ。一応興味を持っていこうと初日思釣いります。飲めな7番さいっんての言ってたっけ？印象、1周目から例の出るな。まあ、そういう進行もありますよね。僕は1周目から出て、人狼陣営のその盤面圧迫っていう手もあ飲るめと思なうんでい。すけれど、まあ、そういう進行もあるでしょう。8番さんはそれに概ね同意してって、まあ、7、8ともに色落ちなしって言ったところですかね。9番さん、ちょっと、僕の聞き間違えたんですけど、2、2番目だったらグレーからとか言いました。例の釣り切りでグレーからって言いましたっけ？まあ、それはまあ正しい進行ですよ。はい。まあ、だったら別に黒いとかなかったかなと思いますけど、まあ、2周目からライン5ずつで伸ばしていきたいと思いますはね。い。2番のプレイさヤーがあ、発三四言郎、し六ま四す。郎。はい。とりあえず9、1、どちらも締めないかなと思ってます。9番さんっていうのは、霊能をまず、2、2番目だったら、霊能行かず、グレーから行って、
て、でその次の日に新芽のある方を残して進行するって言ってるんですよ、うん、村人陣営それ飲めないでしょ。で1番さんが1番さんで9番さんね、9番がぜねほんまに直前で出てきてるのに、それに対して9番さんの発言をちゃんと拾えてないっていうのは結構痛いかなと思ってます。で、7番さんの進行はいいかなと思ってる。うん、単純にもう7番さんのところで、あ、占い師じゃない。霊能が2人出たらもうそこは脳死で釣り切っていいと思ってるから。うん。別に霊能には触れなくていいと思ってる。急に触れてなかった。だから自分はグレー触れて、占い師触れてって感じで頑張っていきます。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ、2番さんに1個謝りたいんですけど、僕も9番さんの発言あまり聞いてませんでした。まあ、9番さんが本当にその発言を残していたのであれば、新占い師の目線じゃないのは妥当ですね。まあ、1番さんに関してはなんか9番さんに関して触れてなんか来る様子ではないっていうのがまあ斬新だなと思いました。まあ、それが別に1番さんの真偽っていうわけではないですけど、まあ、なので2番さんに関しては現状は印象がいいなっていう感じですね。まあ、僕は9番さんの発言あんまり聞いてなかったんですけど申し訳ないけど、あと7番さんの進行論に補足しておくと、秒数まで合わせた方がいいと思います。なんか7番時点でっていうと若干ずれちゃう可能性があるから、7番さんの例えばまあ 50秒の段階とか、うんうんうん、そういうところに秒数も合わせた方がいいと思います。あ、はい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 、4番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営特に使用ありません。直近3枚に触れるんですけど、うん、9から片白もらってるんだけど、別に3からっていうのは白い要素も黒い要素も色が見えない位置だと思って、うん、進行論しか喋ってないしところかな。現状村で一番いいなと思ってるのは2番かな。2番っていうのは9、1両方中立な目線から触れて、こっちにどうつながるとかいうラインも見えなかったから、5、5狼だったらいいなっていう目線。7、8って5か2周目いったと思ってる、うん、7の一番最初のよしからだっていうのは、村だったら発言持ってかりやすいのに、そこの容赦っていうのはどうなのかなと思ってる。うん、狼だったらまあ容赦とは言わないとは思うから、どちらかといえば発言で言えば村っぽいのかなとは思っているけれども、分かんない、ここに。分かんないって2の精査には完全に便乗できる。便乗っていうか同調できる。6の結果言うのが遅かったのが引っかかるかなって感じ。現状両方新芽終えないからフラットで見ている。2周目、もしくは6の発言聞いて決めるって感じかな。伸ばします。以上。5番のプレイヤーが発言します。寒いな今日。はい、よろしくお願いします。村人陣営特に仕様ございます。寒いわ。俺が気になってるのは8番さんかなと思ってる今のところはね、うん、白い人とか 色付け今のところできない人っていうのはちょっと触れません、うん、時間の都合上ね。8番さんって村りがあるなんか、うん、何スラとかなんかそういうムーブだったら別にいいみたいなこと言ってたんだけど、うん、俺は基本的に嫌いなんですよね。だいたい自己満ムーブでオナニームーブで村のためになんないんだよね、うん、基本的にはね、うん、結局ずっと潜伏してて最終盤面まで実は潜伏してました、うん、それって黒塗りされる要素にもなってるからね、うん、真の要素かもしれないけど黒塗りされる要素にもなってるから、うん、あと8番さん目線の段階だと例えば占い師がじゃあ3人出ました1人スラしました、うん、村スラでした。そういう場合どうすんの。その村スラした人って利があるのない。いやだから盤面によるよ、うん、あまり具体的な理がなかったかなと思います。まあ、八幡さん2周目発言してますけどね。6番のプレイヤーが発言します。うん、はい、お願いします。私もね、割と8番さんと一緒というか、うん、そんなに毎回毎回同じような盤面で、うん、同じようなムーブでっていう試合を繰り返していくのはしんどいと思っているんで、うん、まあ、そういう要素、なんていうのかな、ちょっとお楽しみ要素みたいなのも入れて、村進行していった方が面白いんじゃないかなって思うかな。セオリーに乗っ取りたいっていうのが5番さんの考えだと思うから、うん、盤石に行きたいみたいな感じ。だから別に、なんていうのかな、進行論の違いだとは思うから、それで黒塗りしたりとかはしないし、むしろ、ちゃんと勝ちに行きたい人だなっていう、印象を受けたから、5番さんの印象はいいんだけど、自分とは違うかなっていう感じ。うん、8番さんが言ってることも分からんでもないかな。そこで8番さんがトリッキーなことしだしたら、まあ、ちょっと疑いの目を向けるよぐらいの感じですね。ちょっと占い内訳等々。7番
のプレイヤーが発言します。いいね、八幡さん1画目よしよし、そうだな、俺別に8番さんより3番さんの方が、5番さん目線も3番さんの方が気になると思うんだけど、うん、仮に本当に9番さんの発言をほぼほぼ聞けてないとしても、うん、なんで3番さんって2番さんをめちゃくちゃ信じたんやろ、うん、2番さんが言ってるんやったらせえと思います、うん、いや2番さんが人外で捏造したらどうすんのっていう懸念も一切ないですかね、うん、なんで2番さんをそんな信じれたのとかね、3番さんが、うん、6番さんにも言いたいことがあったけど、6番さんは8と5の両方いいところを上げてたのは別にいいんですよ、うんうん、だからそこにめちゃくちゃ時間を使ってて、じゃあ2、3、4占い師はどう見えたんですかっていうのを発言してほしかったかな。僕はその3番さんの2をめちゃくちゃ信じきってて、うん、あ、じゃあ2が言ったんだったら9はそう言ったんですねっていうのがものすごく引っかかりますね。2の白を知ってるんですか3番さんっていうふうに思うので、僕は今日3番さん1本してでもいいかなと思ってます。占いに関しては、うん、まあいいや、僕から言うのもあれなんで、クロスしたいのか他選びたいのかっていうのは占い師の口から言ってほしいかなと思ってます、うん、僕は今日3番さんでいいかなと思ってます。以上、8番のプレイヤーが発言します。はい、私も、3番の色が見たいかなと考えております。まず3番さんは、あの時点で9の発言を聞いていない、ほとんど聞いていないとかいう発言してたんで、まあ、村だろうが人狼だろうが、村だったら一番、村りがないと思うので3釣りでいいんじゃないかなと思ってます。で5番さんに一応返答します。私の進行論が変というか、私あの5番さんとはちょっと方向性が違うという形で言われたんですけど、占い三資料ならどうする、まずその盤面になった時、スラなら、スラした場合は1によりますね。例えば占い三資料で、3人目が、スラした場合、これはちょっとうさんくさく見えますけど、2番目とか1番目が出たら、例えば占いを一画させたかったムーブっていう捉え方もできるんで、まあいいんじゃないかな。しかも、まあ、5番さんはすら怪しいやろって言ってたんですけど、例えば騎士を一角させるために、村人から騎士が出てすらさせる。と、場合によったら結構利があるんじゃないかな。占い師の占いの幅も狭まりますし、うん。だからそこは8番と5番は、進行論の違いだけかなと考えております。3の2進行ちょっと変やなって思ったかな。7番さんと一緒で、便乗するようやけど。だからとりあえず3の色見たいかなって思ってます。あとはな、片白から狂人出てくると思ってんけど出てこなかったから、占いは神教か神狼か分かっておりません。もし神教なら、グレーに2人残ってるってことっすね。どこやろ、分かんねえな。2周目また頑張ります。はい、以上、騎士は僕守って。9番のプレイヤーが発言します。はい、2周目ですね。1の白滝ってどこだっけ。1の白滝、俺聞いてなかったんだよね、1番、うん、1位は、あ、6?、うんうん、これでもさ、俺がね、市の占い師で、あの3番さんしろっていうことなんだけど、うん、まあ、3番さんでワンチャン強人っていう可能性もあるんだよね、うん、俺は、まあ、1、2にね、狼マークつけてて、3番さんに強人マークつけちゃってるんだ、うん、その2の進行が、分かるとか言っててね、うん、まあ村りがないよね、さんまさん、まあさんまさん的でもいいんだけど、うん、普通に私が死んですからね、うん、はい、ただ、なんていうのかな、通常は片白出てるところを行くんじゃなくてグレーから釣るんですよ、うん、その釣り逃れで7番は言ったのかなって思ったんですよね。はい、うん、3番の強人を追うのかな、どうなんだろう、俺、まあ、強人のマークがつけちゃってるんだけど、3番に、うん、でもそれ、切り逃れで言ってるとしたならば、7番っていうのは、うん、7番でほぼ1陣が釣れるのかなって思ってるんだよね、うん、どうなんだ、これ、7番からその発言始まったもんね。うん、まあ、1番が狼で6番に白だったのは、まあ、評価師だと思ってるし、SG ちゃんちゃんかな、あの真の占い師だから、7番に決まってるわ、私は。1番のプレイヤーが発言します。うんうん。いや、
9番さんって今、その 2-2 番目やったらグレーからっていうののこと言いましたっけ？ 2-1 番目や、もう言わんでええやん。2番さんの指摘でよかったんですけど、やっぱり言ってましたんですね。てか僕2番さん触れてましたよ、だからそこ。2-2 番目やったらグレーからっていうと。うん、1、うん、もう次はただ間違ってたら、なんかあれあまりにもありえない進行だったんで間違ってたらすいませんってことで、まあ、それをアンサーはってきましょう。僕が1番グレーで、グレーで大体気になったのはその2番さんの、まあ若干不当とも言える指摘と、あと5、6番さんが、その位置で8番さんほぼほぼ触れてて、うん、もっと前の人触れる、3番さん気にならなかったのか、その7番さんの指摘どうですね、3番さん気にならなかったのかとか、そういうとこと、まあ4番さんは印象良かったなってところで、3番さんは2番さんへの魔法をほぼするより、で7番さんが3番さんへの一本指摘っていうのも結構気になりますよね。いや白、先なのに、色みたい。みたいなことを、まあ、八番さんに言わせたとこもありますね。うん、7番さん、5番さんも気になるんだったら、5番さんも釣り値上げなかったのかなって思いましたね。僕、現状9番さん、やっぱり人狼目で見てると、うん、まあ、生存欲からね、人狼目で見てるとこもあり、もうやっぱグレーで怪しいのは7、うん、7、5、まあ、6はそんな強じめなかったんで、うんやっぱ9番さんが人狼で、まあ、巨人どこにいるかまだちょっと分かんないですね、うん、って感じですね。釣り逃れてたとしては7番さん巨人なのかなって思いますけど、8番さんも白先でいいんですか？僕じゃあ2番のプレイヤーが発言します。はい、1番さん視点9が人狼目線で追うんだったら、7番がわざわざ9番3を出してる、3に白を出してるんだから、なんで7番は片白の7にヘイト向けないといけないのっていう思いなんですけどね、単純に自分の相方が白を出してるところって見てるでしょ、最終的にはそこを SGH にするのか味方に評価衆で持っていくのかって考えないとダメなんだから、だからね、1番さんの視点っていうのは自分とはちょっと違うのかなと思ってる、うん、で1番さんって9番さんのことを初週は人狼名、3番さん言ってくれたけど、9番さんのことを黒くはないのかなみたいな発言、うん、人狼、生存意欲があるから人狼かなって言ってて、うん、でその1周目ね、1周目その後に、うん、でも黒くはないのかなって、なんか発言が矛盾してるのかなって思ってしまってる。だから単純に、9番が人狼だった場合、7番はないかなとは思ってる、うん、で1番が人狼だった場合っていうのは、どっちかっていうと4番なのかなって思ってしまってる。 4番っていうのも結局は同じことを言ってたように感じた、ただ3番さんのことを言ってるけど、ただなんで1番さんは自分、あ、1番じゃないのか、今、あ、そっか、9番が1、2、ローで3、あ、そっか、そっかそっか、あ、それだったら94っていうのもあるのか、あ、94だったらあるかなって今思いました。はい、そうですね、うん、126で産むんだったら4番さんも同じ意見かなと思って、16しろよ。3番のプレイヤーが発言します。はい、まあ現状は消去法で手からいきたいかなって思ってます。5、まあ、91に関してはどちらもちょっとどちらも真に見えなくて、9番さんっていうのは3の差し出し進行が全くもってわからない。9番さん目線で僕は白なんだから、明日決め打ちの日がやってくるのに、そこでなんか3を釣って黒を見つける気がないのかなって感じです。あ、そうか、3、片白？1番さんに関しては最初に5、6がなんか5、8が8をなんか擁護したり8を向けたりしているって6を含めたんですよね。1番さん目線、6番さん白だから、なんでそこに6番を含めたんだろうってめちゃくちゃ気になりました。はい、まあ、2番さんに関しては初週の印象が良かったこと、4番さんに関しては、まあ、3が色落ちしなかったこと、2番さんが、狼だったら嫌だなっていうこと、7番さんが最初によっしゃって言ったのが気になること、割と共感できたことから4番さんはとりあえず現状は外しています。7番さんを外した理由に関しては、7番さんが狼であれば、3番に8を向ける必要性がないかな。まあ別に7、1、ロー、ローとかだったら分かるんだけどね。うん、まあそれにしては、片白を釣りに行くっていうのが目立ちすぎるかなと思って、まあ強靭目はあるかもしれないけれど、狼っぽくはないなと思ったことから、まあこれはただの消去法です。5番さんが怪しくなければ、7番さんでいいかなと思ってる。
っていう感じですか、ね、ならないな。ごめん、3か足しないと。1番3目線で9、6を感じて、6の電話が流れたんだね。4番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。自分1周目2番のこと最終ロと言いましたが、2周目めちゃくちゃ黒くなったと思います。2番っていうのは結局自分と1っていうのをつなげて、最終9、4。なんで自分をつなげてきたのかわからないんだよ、ここっていうのが。うん、俺別にそんな黒い要素なかったでしょ、村目線っていうのが。2っていうのがなんでそんなに俺を堅くなりつなげたかって、俺を釣りをしたのかわからない、うん。っていうことで、2番っていうのは、わかんないでね、ここの位置っていうのが。うん、狼の、だから、狼が見えてないけれども、その7とか3とかにいるのであれば、そこの狼が見えているから、そこの釣りっていうのをさせないために2っていうのは、だからその2の強靭味を俺は感じたってところで、1目の内訳を俺、進路で見てるんだけど、9っていうのは、どうなんだね、三四郎でここで強靭で見てるんだったら1の老命をもうちょっと上げてほしかったし、そうなった場合の1の相方1っていうのはどこになるのっていうのは聞きたかった。1の相方7なのとは思った。うーんって感じかな。あ、そうそう、1、2って言ってたか。そうそう、ごめんごめん。1番で気になったのは9ローで見るのであれば、相方どこなのっていうのは普通に気になったかな。あと俺への釣りよりも若干気になった。1、2は普通に別陣営だと思ってるから、2、ローの場合っていうのは普通に安直だけど9は言い方なのかなと思ってる。だから今日上手にするんだったら全然2でも俺はいいと思ってるかな。5っていうのは結局8にしか触れなかったし、6っていうのはエンド1で8の進行論にしか触れなくて5の印象しか触れなかったでしょ、うん、7っていうのは3に気になるって言ったけど6はって言って結局グレースケール述べてないから、俺今日だからどうなんだね、2もしくは7でいいと思ってるんだけど、うん、これなんかおかしいこと言ってるかな俺って感じかな。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。ヨマンさんの発言にほぼ良かったんだけど、最後なんで7を含めたのかっていうところ若干気になりました。7は別に俺だったら2番一本してですね、今日の段階だったら、うん、2番って正直言ってなんか発言ベラベラ言って、まあ別に2番の視点だからいいかなと思ったけど、最後の方で結構なんか視点ブレたんですよね。視点ブレて LINE の視点とかもブレてたし、占しの精査も結構ブレてて、うん、どことどこが黒、あでだとこうなるかみたいな、うんうん、結構考えながら話しちゃう人って人狼として、盤面が見えてる人、自分の相方とかに触れられない、触れたとしても矛盾が生じてきてる、だからそこで発言を撤回するっていうことがあると思ってるから、うん、2番っていうのは今日色見る位置だとは思ってるけどな、うん、2番が人狼だったら人狼で俺は正直言って明日占いローラーでもいいと思ってる。2番が白だった場合はもう一回精査し直すって感じかな、うんうん、それは分からない、2番の色がわからないからっていうところ、うん、それを8番に見てもらえばいいかな。 OK。 で、あと気になったのが今の4番かな、うん、2番指定っていうのはすごく良かった、すごく良かったんだけど、うん、なんで7番を含めたのかっていう理由が分かんなかったから。別にグレー釣りなら、うん、7番っていうのは今日俺釣り位置じゃないと思っているかなと、むしろ初手の1人目からその例の潜伏して一緒にいっぺんに出てくださいとか、そういう進行論的なものは良かったと思ってるから、うん、それによって8番さんが、まあ、1人例の師確定したっていうところも、まあ、1つの功績ではあるから、うん、まあ、人狼でもできるかもしれないけど今日は釣り位置じゃないと思うね、うん、かな。3番さんもちょっとなんか臭いなと思ったのは、うん、2周目の発言をこの後半位置聞いてないにもかかわらず誤指定っていうのはおかしいかな、うん、6番のプレイヤーが発言します。うん、4号が三つりを押していて、で7、8、まあ、8番さんは霊能だからいいんだけど、うん、3釣りを押していて、で唯一4釣りを押してるのが2番さんか。いや、かかんでいいや、明日弁明しよう。ごめんなさい、参加した白漏れです、すみませんって。なんか2番さんが仲間いない感があるけれども、うん、まあ、情報釣りっていう意味では言ってもいいのかもしれないなと思ったし、うん、縄が最終的に届かなくなりそうな位置だから、うん、より言ってもいいのかなとは思えてしまうかな。最後、結構沼っていたし、発言がまとまらない感じで終わってしまったところもちょっと気になる。で、両占いちょっと気になるところがあって、1番さんはなんでいちいち発言に私を含めてくるのっていうところが、白滝でしょっていうのが気になっていて、で最後、6の強靭はないのかなって言ってたから、うん、じゃあなおさら6含める必要ないじゃんと思っちゃったのが、うん、1の黒い要素で、9番に関しては、1が6に、白を打ったのは評価衆って言ったんだけど、なんで9番さんは私の白を知ってるんだろうっていうふうに、純粋な疑問を抱きました。だから老命が高い黒要素から老命が高いなと思えるのは9番さんの方かなと思っています。まあ、今日は絶対そんな進行ありえないんだけど、9釣りからでもいいかなと思っちゃったりしてます。
ただ、2番が相方だったら怖いから、ちょっと脅威釣りっていう意味も含めて、あと情報、2を釣っていた、釣りをしていたのが4号だから、この辺が一気に黒くなるから、全プレイヤーの。ごめん、ごめん、2個。俺を選ぶなんて悪い子だな。悪い子だな。悪い子だな。このスキンかっこいいな。ジャック・オーランタンか知らんけど。ああ、ごめん。占い先を吐く漏れはやべえな。今日めっちゃ寒いな、マジで。すげえ寒いねんけど。2。9が7に入れて。9が7。投票が終了しました。まあ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 、そこはわかる。追放されるプレイヤーは、2番の遺言を発表してください。2が4。はい、とりあえず占い師に触れると、9番さんは進路1かなと思ってるんで、1番さんに関しては新居路全部あるかなと思ってます、で9番さんを人狼で置いた場合っていうのが、9番さんっていうのは、てか両占い師なんですけど、なんで3番と6番、ここを共鳴っていう精査を含めるのかなって、マジで分かんないっていうか、対抗の占い師、結構、なんていうのかな、なんか、お互いに話を聞いてないっていうのが、マジで締めないなと思ってる。だから9番を人狼で置くんであれば、1に、1に人狼で、3を強で置くして、で、なんで4番をそこに含めなかったのかって、で4番も同じ意見を述べたと思うんだけどな、9番さん視点っていうのは、なんでそこで同調位置っていうか、4番にならないのかなと思った。で、1番っていうのが、マジで分かんなくて、で、相方を7、7っていうのはまずないかなと思ってる。だから7を押す、7を押してってなったら必然的に4、5のどちらか、または、3、6、ここで囲えてるのかなっていう感じには捉えてしまう。だよな。あかんな。でも考えながら喋るでしょ、本当にもう。白しか出ないっす。8番さん守ってあげてください。夜が更けました。はい、あたしんやな。人狼に気をつけてください。あたしろやわ、多分。西郎ちゃう？西郎。西郎ちゃうかな？あの発言から。西郎ちゃうかな？多分。にくらいとびっくりするわ。昨夜追放されたものは人狼ではありませんでした。ここが隠し郎です。みんな頑張って人狼を見つけ、夜が明けました。おい、昨夜は1名の方が亡くなりました。頑張ったのに。9番1番のプレイヤーが発言します。はい、九字紙です。これマジか。おはい、これで俺のシーンも絶対みんなから切られると思いますけども。5番さん占った理由は、はい、昨日なんて言ってましたっけ、2番さんを結局一本指定したのか、7番さんも含めたのか、まあそれはいいとして、9番ロジックで置いた場合、確かに5番がこう繋がってくるのかなって思ったんですよね。7番1本して、7番さん僕、昨日の発言が興味高いのかなって思ったんですけど、ただ7番さん落としてもまあ白しか出ないんで、8番さんは2白か落ちると思ったんだけどな。結局やーべ、ちょっと待って97ライン切れつながってくるのかなって、もしかしたらって思ったんですけど、でも7番さんが2番、3番さんの1本指定ってのがかなり怪しくて、もしかしたら興味高いのかなって思ったんですよ、1? そういうとこから、 あと僕が9番さんとつながってくるのが、全員9番さんにヘイト向けてて、9番さんにそんなヘイト向けてなかったのが5番さん、5番さんは一貫して占いし触れないですよね。そういうとこから怪しかったんですけど、もしろということでした。これどうなんですかね。ちょっとまあ、今日僕釣られると思うんですけど、あと村人の皆さん頑張ってくださいしか言えないです。はい、終わります。6、5、白。3番のプレイヤーが発言します。
はい、まあ今日は1番さんを釣りますね、うん、そもそも1番さん目線で K をそこまで地神って言い切れる要素がわからないし、うん、仮に9番さんの地神を追うのであればきっと黒市って僕じゃないですか、ね、うん、5番さんの白結果見えているのであれば、うん、なんでその考察に行き当たらないんだろうってすごい謎ですけど、うん、いや3まともやな、まあ、1番さんに関してはやたらと6に触れていたからまあ偽なのかなと思いましたけど、うん、まあでも6番さんの指摘通り9番さんっていうのは6に1が6に白を打ったことに関して表回収って言っていて色が透けていたように見えたのも事実だから、その指摘が出てきたら6番さんに関しては割と白っぽいなと思ってます。6は白っぽい。そうだな。まあ4番さん5番さんに関しては、まあ、僕は2番さんはそこまで怪しくは思わなかったけど、まあ、怪しむ視点は分からなくもなかった。ああ、まあ、単純に発言がなんか右往左往していたからね、うん、まあそこまで特筆して怪しむ要素はなかったんで、うん、まあ僕は7番に入れたんですけど、うん、まあ、分かんないですね。まあ、今日は1番さんに入れるんですけど、正直グレーに関してはそこまで分かっていない、うん、まあ9何やってるの。4番さん狼だったら怖いけど、今のところ4番さんでなんかそんなおかしい発言も、おかしいと思った発言ないんだよな。あ、まあ、とりあえず今日は1番さん釣ります。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。とりあえずまず5番にアンサーしておくと、昨日2番と7番に行ったのはって言ったのは普通に役気屋っていうのと、2番っていうのはさっき昨日言った通りなんだけど、7番っていうのは結局グレースフィールがなくて、うん、色見る位置だなと思ったから、うん、マックス今日はあったから、うん、でもいやなんていうか興味はあったけど心だったら怖い位置だったから7っていうのを言ったって感じかな、うん、で1に言っておくと、2と7を含めたのは俺です。そこに関して把握ぐらいしてました。どうなんだろうねこれ、なんで地神って言い切れたのか分かんない、うん、3の精査にはすげえ納得できたのよ、うん、1これ仮にだから狼目線っていうのは9、1どっちか分かってないとして、うん、分かってないとしてベグしに行ったのか、それとも1が出してる6っていうところに狼が刺さっていて、うん、1の強が透けているから9を噛んだのかっていうところで考えたら、1の強目ってすごい上がって、うん、6のロー目ってのが上がってくるわけよ、うん、1が強だった場合っていうのはねって思ってるんだけど、まあ、とりあえず今日は脳死で1行くんだけれども、そうなった場合に6の相方位置ってどうなってくるのかなと思って、6の発言見返していたとしても、うん、6っていうのはそこのエンド位置で初の進行論で結局5の印象しか触れてなかったんでしょ、初週っていうのが、うん、ここ黒硬いと思ってるんだけど、俺だから今日黒釣りに行くんだったら6で全然いいと思ってる、うんうん、黒釣りに行くのであればね、うん、まあ、8に任せるんだけれども結局は、うん、普通に安定進行で行くのならば1を落としに行くって感じがいいと思う、うんうん、仮にこれだから一進の世界線を追うのであれば9強は硬いと思ってて、9強だった場合っていうのは3狼っていうのが紛れてる可能性があるわけよ。3っていうのは結局1にも疑われていない位置だったから、ここは白くなるでしょっていう考察が、なんで1目線も3目線も落ちないのかなっていうところが腑に落ちないね。とりあえず今日は1いきます。以上、うん、はい、5番のプレイヤーが発言します。でも1も9もうさんくさいねんな。分かんない。どうなんだろうね今の精査は。まあ今日は1番行くっていうのはいいんだけど、うん、6番行きたいっていう意味もちょっとよく分かんなかったかなっていうところかな、4番さん。俺、投票結果昨日見て、9番って7番投票してるから、9番多分7番が占い先だったと思うんだけど、うん、もし仮に7番が大込みだって、1番が相方で9番が真だった場合は、うん、9番に占われて黒が出るのかなと思っちゃった、うん、だから7番さんと1番さんのコンビっていうのは9番を噛んだんじゃないかなっていう一つの考察ね、うん、それがどうかっていうのは分かんないよ、うん、進路で出てた場合、心境だった場合っていうのはペグだよね、うん、今4番も言った通りペグ、うん、どっちが真なのかどっちが黒、どっちが偽なのか分かんない、うん、もしくはもうすでに囲われていて、切っているっていう、うんところかな、芯の方を切っているっていうところかな、うん、だから限りなく9番っていうのは白なんじゃないかなと思ってるけどね、うん、ペグだったとしても白の可能性が高い、うん、と思ってるんだよな。だから今日は1番落としなんだけど、うん、あ難しいな、めっちゃ難しいな、うん、いやラインとかね、そういうのがね、すごい見えるんだよ。見えるっていうか、うん、多すぎて、ちょっと今精査不能なんだけど、うん、俺の考えはそんな感じ。うん。うん。
7番が黒1なのかなと思っちゃうけど、それは投票9番の投票結果だから、7番っていうのは、うん、むしろそれを塗られてる方だから申し訳ないけど、俺のラインを見るとしたらそうなってくるかなっていう、うんうんうん、6番のプレイヤーが発言します。まあわかる。はい、そうだな、とりあえず4番さんから叩かれたというか浪費されたから、その弁明というか、説明をしますね、うん。1位が強靭で私がローだったと仮にします、うん。で、1がロー、1が強靭だなって分かったとしたら、私は1を噛みますよ、うん、だって漂白できるもの、うん、わざわざ9なんか噛んで、自分の疑いの目を上げるようなことはしません、うん。で、もう一個言わせてもらうと、同じ理論、4番さんの言ってるその私がローで、1の強が見えてるから9噛んだんじゃないの理論をそのまま、うん、3番に転用することもできるんだけど、3のことは叩いてないんだよね、うん。うん、なんかそこは4番さんの黒目が一気に上がったし、4と3ってなんかつながってんのかなという気もしたら、同じ理論が、通るのに3と4、3と6かというと、ローを急にロー目に押して釣りをしてきたところっていうのは4番さんのかなり黒目だと思っている、うん。今日は安定で1番でいいと思っているけれども、うん、4番の明日の発言次第では釣りかな。3、4、ロー、ローもあるもんね。だって、うん、まあ、噛まれてるから占い強靭が出てると思っているんだよな、うん。3と4のなんかつながりあるような気がしてきました。3と4、5番さんに関してはちょっとごめん、メモが残してない。7番のプレイヤーが発言します。安定進行で1番さんに行くってのは僕は大反対で、うん、もう6番さんって2周目の時点で9が、9番さんが言った1が6に白を打って評回収してるって言ったのを真っ先に拾ったんですよ、うん、6番さんが一番最初に言ったんですよ、うん。仮に、占いが噛まれてるから新強だとして、うん、6番さんが言ってた1番さんが強靭だったら、うん、9番さん殴る必要ってないですよね、6番さんって。なのでもう6番さん、僕もう絶対に村で起きます。なので今日僕4番さんから行きたいです。4番さんの視点がわけがわかんないですね。6番さんのどこが黒くなるんですか、それで。例えば1級新ローだとしても6番さん、うん、9番さん噛むメリットって一切ないですけどね。はい、その点で1番はほっといていいと思います。今日4から行きたいです。僕は4に入れますよ。1行くっていうのは安定でも何でもないからね。僕は4に行きます。8番のプレイヤーが発言します。難しいな。オッケー、よく出た。よく出た、よく出た。7のちょっとうさんくさいと思ったけど、よく出た7番、ありがとう。ですね、まず6の昨日の発言で、1位、占いを噛むなら1を噛みに行く、そしたら私が漂白されるみたいに言ってましたけど、いや、もし91でロー、新強で出てた場合、1があなたに白出ししてるんでしょ。6が狼なら別に1噛む必要ないやん。あの、あんた目線も強靭1が分かってんねんから。ほんじゃあ、9噛んで当然ちゃうと思った。で、1、ただ1の、9地神っていう線もちょっと不安、意味わからんかった。あんたが、強靭で、狼に白出ししたから9が噛まれた。で、直す減らすために、今日は1釣り行こうというムーブにしたんじゃないかなと思ってる。7が騎士、6から行きたいな、6から行きたいねんけどな。いや、4の発言なんか変なとこあったかな。別に、あの、あれやろ、4番は1が強靭なら6の黒目が上がる、そんだけじゃん。いや、わかるわかる。だってこの盤面9が噛まれてて、1が強、いや、9進1強なら、片白とされてる6は噛まんでいいし、で、なおかつ、クロス占いされることを考えたら、ロックの黒が出る。だから、9を噛んだっていう可能性もあるやん。私、6から行きたいかな。占い心境で見た。6から行きたいと思ってる。どうでしょう。全プレイヤーの発言が終了。6から。若者よ。そう簡単に結論を急ぐな。6やと思うねんけどな。わかんねえ。6。6どう？無理かな。
6か4か。投票が終了しました。間違えてたらすまん。追放されるプレイヤーは6番の遺言を発表してください。私が9かのメリットマジでないと思うんだけどな。いや、あるやろ。で、明日は霊能結果白落ちます。大丈夫です。噛まれます。噛まれます。4番さんの理論が、強靭をが見えてるから残すんじゃなくて、強靭を差し出して、ロッテ、自分が白くなることの方を優先すると思うんだが、でも1が9番を、ローで置いてって、地が見て、速攻で行ったのが、結構違和感があったから、私は1を正直釣り切りたかったっていう感じはあるけれども。なんで1目線9が、占いに紙入ってるから、強の可能性の方が高いのに、なんでっていうのがあるかな。まあいいや。夜が更けました。ごめんな、私噛まれんねん。人狼に気をつけてください。六黒ちゃん、これ。六黒。やと思ってんねんけど。はい、はい。六黒。六黒です。六黒です。六黒であってくれ。頼むわ。六黒であってくれ。頼むから、六黒であれ、六黒であれ、あれ。昨夜追放されたものは人狼ではありません。六白かい、すまん。六白か。盤面としては夜が明けました。ほら、チャットだ。昨夜は8名の方が亡くなりました。8番のプレイヤーが発言します。ごめんなさい、皆さん。六番様。白でしたー。ああ6番さん、ごめんよ。ですね、となったら、4黒か、1進化、地神がなんで怒った、それがわかんねえ。なんで7簡単、そこは私やろ。いや、違う、私やろ。それで、なんで私買わんかったん、なんで俺構わんかったん、意味がわかんねえ。そう、なんで騎士ここで噛んでんの、ニグッチョブ起こせると思った、無理やろ。まあ確かに騎士を生き残らせたらあれやけど、ここで俺を生き残らせた意味を考えよう。六白が出ること分かってた。今日は4か。1芯に置くなら4釣り。ただな、どうする、安定進行で1でもいい。あ、でもどうせ負けか。村負けか、これ。外しても。外したら負けか。合ってたらどうや。合ってたら残って。あ、合ってたらあるか。どうしよう。占いが進路か進強かで寄ってくる。4黒。1が4黒。4黒信じるなら4いく。4かな、1か4、どうしましょう。1番のプレイヤーが発言します。4マス抜きの発言めっちゃ臭かったんですよね。僕を落としに行くと言って、僕の白先の6を落としに行った。最終的に8番さんの一言で6になったんですけど、6を釣りに行く路線は4番さんから始まったんですよ。そこめちゃくちゃ怪しくて、4番占ったら黒だったってことでした。はい。一応7ですよね、今日。3が1。4番さんから絶対言ってほしいんですけど、こうなったら。で、6が5、8、4。僕が9番の地紙を追った理由はさっきも1周目から言った通り、9番が進路だった。進路っていうか、ローラと思ってたから。5、8、4。進路って今の発言でめっちゃ言われるのかな。まあいいやろ。5、8、4。9番さんの生存意欲があるローラと思ってたか。まあ、結果的に2番さんの生産が楽しかったことになりますけど、6、7が4、まあ、一応3のドラも追ってたんですけど、4行くわ。6と7が4つったなら4行くわ。まあ、これで急遽3、4ロールだったらめっちゃ怖いなっていうとこなんですけど、今日はとりあえず4番さんから行ってほしいです。あんたを芯に置くよっていうことですかね。
村負けんの俺から言ったら。ああ。どうなんだ。まあ、そこら辺星座お願いします。4から行くわ。3番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、1番さんは偽ですよ。1番さんが真の占い師だとしたら、占い師って3、4しか残ってないんですよ。それだったら村目線のことを考えて、絶対に3番を占うべきですね。1番さんが真の占い師であれば。別どっちでもいいだろ。1番さんは小城結果が出ているのだから、残りの占い師って3、4しかないんですよ。うん、9番さんが3に白を打っていることから、1番さんが真の占い師であれば 100% 3番を占うべきです。それができなかった1番さんは偽でしかないと思ってますね。違う違う違う。3番やめ。まあ、占いを神経で置くか、神郎で置くか。神経で置くのであれば4号老老。神郎で置くのであれば1、4の黒囲いもしくは1号老老。うん。まあ、正直昨日の4番さんに関しては6の釣り押しが謎でした。僕は6番さんが正直言って最白でした。うん、いや悩むね。4からや、4からや。これ4で2週、2日目のまでは、じゃあ 1日目に関しては4番さんがかなり印象良かったんだけど、うん、昨日に関しては5番さんの方が印象良くなりました。4いくわ。まあ、とりあえず今日は何にしろ1番さんはほぼ偽確定。なんでなん。まあ、1番さんが真の占い師だったら本当に反省してください。なんでなん。いや別にええやろ。まあ、1番さんは 90% 偽だと思ってるんで。一真やろ。とりあえず1番をすります。4番のプレイヤーが発言します。一真やろ。はい、1偽です。なんで自分目線1号ロールをほぼほぼ確定です。ていうか確定ですね。9神で7が騎士で、噛まれてるじゃなくて釣ってる2人が白しか出てないんで、自分目線1号ロールを確定してますってところだけ言っておきますね。うん、今日1釣り以外飲めないですね。今日1釣って明日こっちにましょうってところ。ここで自分がどうやって白くなるかってところなんだけど、とりあえず6番ごめんなさいって感じ。うん、私は漂白しますうんぬんに関して、俺が3叩いてないって言ったけど、俺3叩いて、うん、ここに関してだから6に言ったやつが1もしくは3にも1と3にも転用できるけれども、これを言わない3はどうなんだっていうので、うん、3も叩いてた。ここに関して6はやめてほしかったかな。うん、その発言で6がね、 俺目線黒く見えちゃったね。うん、本当にごめんなさいって感じって感じかな。うんうんうん、そうね。私は漂白しますなんか釣りに入らないための最速 PP 狙ってるようにも見えたからっていう感じ。うん、まあ、とりあえず今日1釣り以外飲めないわ。昨日マジで6手かけたのマジで反省。1いっときゃよかったと思ってる。1いく？どうしよう。俺もうだって俺これ以上言えないんだよね。うん、1の黒要素を上げようにも3がほぼほぼぶれてくれたし、ここの状態で俺揺れるなんてないわけよ。うん、1目線っていうのは絶対3占った方がいいの。うん、占い先から芯切れるでしょっていうところ。いや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 、別に一緒やろ。うん、イチゴなんだけどな、これはマジで、マジでどういうか。とりあえず、俺つっても絶対終わんないのよ。うん。まあ、8目線っていうので、とりあえず言っておくと、26で強靭をつっていない限りっていうのは、うん、2路残ってるわけでしょ。うん、あ、9、あ、俺もう何言ってるのか分かんない。とりあえず今日1言ってくれたら大丈夫。1? はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。1行くの。でもこの盤面ってさ、 PP 怒ってないでしょ。うん、この俺の最終発言まで話聞いてたけど、うん、ってことは連れてるってことじゃないの。うん、9番で違うのかな。そうやねん、そうやねん。それとも強靭が分からなくて出れないってこと。そうやねん、そうやねん。普通に今日俺4番行くんだけど。あ、4行く。4でいい。うん、4でいい。いや、PP がない時点で連れてるって考えたら1の真の方が高いんだよ、ね。うん、あと3番さんも言ってたんだけど、3番占い。4番さんも言ってたんだけど、3番占い。うん、別に4番でもよくね。そうそうそう。同じじゃね、結果。そう。よく言った、こら。じゃ3が黒、もし1が偽で3が黒打たれたらどうすんの。うん、4番さん目線だとどうするの。今は4番が黒打たれたらから、9番が真っていうのは4番さん目線を確定してるけど。うんうん、なんかその占い席の精査って別に必要ないかなと思ったんで。あ、その通り。それを一つのネタ材料にして一番釣りをしてる風にしか聞こえなかった。あ、その通りかな。あ、その通り。おっしゃる通りです。まずもう一回言うんだけど、この時点に PP がない時点で俺は9番でも落ちてるとしか思えない。うん、その通り。おっしゃる通りです。だから今日は4番行く。うん、っていうかぶっちゃけ今日2人残ってたらもうほぼほぼ負けでしょ。うん、おっしゃる通りです。ほぼ負けでしょ。おっしゃる通りです。だから決め打ちするしかなくない。うん、おっしゃる通り。まあ8番も言ってたけど、うん、
おっしゃる。1番落として安牌でいって。無理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 。ね、無理あかんかん。3、4、6、7、終わりだから。うん。だから今日4枚いくしかないかなと思ってる。オッケー、5番天才。白2人も釣っちゃってるんだから。2、6で。ああ、その通り。以上かな。4枚いきます。全プレイヤーの。強靭使用して。強靭使用。し強靭使用です。僕強靭です。僕強靭です。実は僕強靭です。4。うん。投票が終了しました。はい。追放されるプレイヤーは。オッケー、終わった。4番ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。よしよし。15。いやー、5ナイス。156。いやあざーす。8位。156。1位ローラーしない。はーらしいでした。156か。いや、半すぎでしょ。以上です、ありがとうございます。いや、4番ご視聴ありがとうございました。今皆さんの画面にはシラモくんっていう私の分身が映ってると思います。皆さんから見て右手にはチャンネル登録って書いて、あの僕の多分アイコンが貼ってると思うんで、よければそちらからチャンネル登録とかしてくださったらありがたいです。はい、低い声しんどいな。で、皆さんから見て左手の方にはおすすめのやつって書いて、あのなんて言うの、今日のおすすめみたいな、そうおすすめ動画貼ってるんで、ぜひそちらもご再生いただければありがとうございます。背景白やから皆さんが見た場合目ダメージがすごいと思うんですよね。はい、だからぜひ明るい時間に見ていただければ。はい、以上エンディングでした。ご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。さようなら。